にはハーベストが使いやすい問題はあるよ。だいぶやさぐれてるんでね、115で当たってる。今460で空いてる。この台がいいですね。これにしましょう。まあ本日私は期待一番に変身してないですけれども、おそらく期待一番に変身してる私がいたなら期待値あります。新しいハーベスも出てますしね、ちょうど僕の3台隣に新しいハーベス 5.9 号機がありますけども出たことですし、やっぱり元祖ハーベスやっていきましょうよ。もう今直前にあったことパーッと手洗って忘れてきましたんで、おはようございますっていうところから始めていきたいと思います。頑張ります、神頼み。打ち始め460ゲームですね。朝一115ゲームで2連してますけれども、果たしてこれが何で当たったのかっていうところです。で総ゲームにして639ゲームでございますんで、まあ、仮にこの台が設定6でモード以降うんぬんっていうところも多分630ゲーム程度じゃ見切れて把握しきれてないと思いますので、逐一あのレア役からのモード移行、レア役なしでのモード移行、そしてヘルゾーンの食いつきですね、見ていきたいなと思います。で結構1月30日19年1月末ですね、いわゆる降車構成機種と呼ばれているものの設置バリューは 15% だっていう話だった時はハーベスがやっぱり外線よりも撤去対象にはなってたんですけど、結局その期間が今年いっぱい2019年いっぱいまで伸びたので、ハーベスがなくなるのもまだまだ半年以上先、現状の見通しではですね、ですんで、でやっぱり寝台の 5.9 号機のハーデスも入ったっていうところでは、ちょっとハーデスのゲーム性、運用の仕方をちょっともう一回やり直してる、練り直してるホールさんも多いですから、全国的に見ても。だから一時半年前とかに比べると設定は入りやすい状況にはなってるのかなとは思いますね。はい、そうで鎖の煽りチャンス目引きましたけどなく800ゲーム。勝負、これは刺さなきゃあかん。毎ゲーム 10% ぐらいの期待度かな。よし、
して、あ、左手の小指、強カスタネット、20% を外したってことだな。まだちょっと気持ちが足んね、気持ちが。鎖なしのリプレイが5連続で来てしまいました。6連続です。どうやら降格終わったくさいね。まあちょっとリノに似てるよね。リノに似てるよね。結局さ、リプレイの10分の1で入るんだけど、リプレイの10分の1でも落っこっちゃうから、うん、まあハーデスは俺氷でゴッド引いたことあるからな。何やるか分かんねえかんな。レバー叩いて叫び勝って氷で7止まってえっつってってるるんつったことあるから、ああそういうさ良かったことを思い出そう、こういう時は。あとレバー叩いた瞬間ポワってここのプッシュボタンがつくとかな、プッシュってな。いやー足んねえだろうな。 20%1208 ゲーム。ちょっと通常モードの香りすら ないんでね。なんだかんだもうかれこれ800ゲーム回してますけど、ちょっとさすがに設定はないかな。うーん、ないね。通常モードに上がった痕跡すらないですから、やっぱあって4かなっていう台でも、うーん、800ゲームを回すとあれ通常行ったかなっていう雰囲気感はね出るんですよ。それが一度もないんで、ずっと定格 A、定格 B、まあおそらくずっと定格 A にいると思うんですけど、で今中段キナナを引きましたが、まあ1個モードアップするじゃないですか。だから定格 A から定格 B に上がったかな。あとは今一応前兆中ですよっていう。まあ、ハーデス打つたんびに、ハーデスでハマるたんびに思うんですけど、400、800、あと1200でヘルゾン効果があったらよかったのにね。っていうのもあんまりその僕1600ゲームの天井まで行ったことがないので、だからそういうふうに思うんでしょうね。やっぱ1200までハマったんだったら1600までっていう、まあ、ただ結局投資で1万円以上かかるからね、1200から1600までって。お、今日初めて奇数決転敗打ち始めて920ゲームで初めて奇数決転敗っていう台です。ええ、さあ1400ゲーム
俗に天井ストッパーがかかるなっていうふうに言われてますけどね。やべえ、これか。はい、1515ゲーム、儚くも消えました。私の魂、あ、848だってリーチ目だよ。久しぶり、ケルベロス。どうせ天井行っても100だったから、まあ、当然だよな。ほら来た、青なんつったら ART 中毎ゲーム 1% 程度の期待度しかないけどね。やるしかない。効果が残ってればショートからミドルの格上げ期待できるんですけど、お V っていうのはもうこれ前兆中でしか出ないですか、 V 点はね。ということは5ゲーム前のチャンス目から一応前兆状態には入ってる。種ありか種なしか、まあどっちかって言ったら種なしの方がね設定ないと思うんで。ただそのチャンス目の5ゲーム前に引いた中段リプレイで万が一天国まで上がってたとしたなら刺さっててもおかしくはない。
で仮にこれが当たるんだったら、ああ中段リプレイで一発で天候とか上がってたんだねっていう感じだから、高設定かというとそうじゃない、そうじゃないよね。今だけどこれはあの前兆中でも本前兆もしくは準備状態でしか、あ準備中でしか、あ違う準備モードでしか、もう一回言います、混乱してますね。本前兆か天国準備モードで出るね。だから今チャンス目からの前兆と、もしそれが当たるんだったらさっきの345は本前兆だったし、当たんないんだったら今天国準備モードにいるっていう、でもっと言うとヘルゾン降格もちょっと期待できてますよっていう状態なんで、チャンス目から28ゲーム目なんで、チャンス目での本前兆は否定された、345は天国準備モード下だったんで、だけどもうあれから20ゲーム経っちゃってるから どうなのっていう、きついな。だいぶきつい、だいぶきついよ。これいくか、なあ18日で818番、まあ、さっきの台を打つよりはっていう理由参ります。まあ、本当薄い確率で今は415ゲームなんで、ヘルゾン降格が残ってる可能性も少なからずある。400ゲームのゾーンは意外と降格入ったと見せかけるだけなんだよね。一応下段キナダで風流れたんでモードアップは期待できます。打ち始めてすぐ奇襲決転敗だね。さっきの台で本当にモードが動かなかったんで、偶数頭の奇襲決でも全然おってなっちゃうもんね。チャンス目で当たっててほしいんだけど、あーダメか、天国は天国だと思う。あー当たってない。あー484来たー、484来たー、下段共通。ああ、うわ
年92本、あ、ごめん、42本、572ゲームよし。バレ、よし見てろよ。さあ見てろよ。お前誓うだろ。キョロです。違う。ブーン。よし、中スタート。ワンチャンあるぜ。よし、30ゲーム。10なわけねえんだよ。あれ、やっぱね、パチンコパチスロの面白さって日常生活では味わえないその喜怒哀楽、喜びであり怒りであり悲しみであり楽しみでありっていう喜怒哀楽をぶつけられるところにカジュアルに、いや、ぶつけすぎちゃダメよ、だけどそこにやっぱね醍醐味がある。熱くなっちゃダメだけどね。でやっぱね、ある一定ラインを、基本僕喜怒哀楽の楽でも楽しみでもひたすらやってる感じなんですけど、やっぱその投資がこう加算で思い通りにいかなくてね、ある一定ラインを過ぎると喜怒哀楽の度が発動しまして、まあ、普段私パチスロ愛これでやらせていただいてますけれども、ある一定ラインを超えるとパチスロ怒りになるんですよ、うん、このパチスロ怒りが発動した時の俺は強いぜ。
凱旋のフェイクリプレーと違ってハーデスのフェイクリプレーは当たりますんでね。まだね、上がるのよ。凱旋のフェイクリプレーは上がるのよ。お願いじゃねえんだよ。お願いしてるよじゃもうそんなの勝てるわけねえんだよ。自分でやんだよ、自分でやんだよ。よし、 V 点は前兆状態ですからね。ってことは抽選はした。いや、マイゲーム抽選してんだけど、ただ当たってない可能性あっから、攻撃の手は緩めない。あっ、遅れてないよね、遅れてないよね、遅れてないよね。7777、そうか、はあ、よかった、当たった、当たったよ。はい、総投手43本、今日だけでいうと前回の魔法師さんと合わせると93本。ペロペロス、ムツゴロウ、よし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 、よしよしよし、あれ、珍しいね、50なんていうのは俺にしては珍しい。はい、総投手48本、ギブアップでございます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でございました。まだ2018年なんですけれども、まさか年末最後に1年の大負け記録を更新するとは思いもよりませんね。結果マドカ魔法師さんとハーデスですか、5万円の4万8000円都合9万8000円負けと。まあこれは神頼みのエンディングでございますんで、ハーデスだけで言ったら4万8000円負けというところですね。まあまあ頑張ったんですけど、ちょっと大選びがねよろしくなかったですね。大選びがね、最初から末尾18いってるよかった、18日だからねえ、締めっぽくなっちゃいましたけどもね。こんなあれを僕の写真を撮ったってしょうがないですよ皆さん、いいですか。なんかね、でハーデスですけども、やっぱあの1台やってダメで2台目っていうところではその明暗がよく分かったんじゃないかな、設定カンパの。だそこは見せられたのはまあ好中の栽培というかですね、思いましたけど、ね、最初18番台座ってたらね、まあ、たられば禁物ですけども、負けはしましたけど、ただ負けないと勝たないですから、ずっと勝ち続けることもなければ負け続けることもないですし、バランスは取っていって、まあ、そのバランスを取るのが今日来ちゃったっていうふうに思ってですね、やっていきたいと。
ちょっとね、マドカがなさすぎたよね。あれがもう本当に敗因中の敗因。あそこ今までだって反応悪かったことかれこれ半年6回ぐらい来てますけど、一度もなかったのがまさかね。だからその後も全然出てないでしょ。だから今日は窓が外れだったっていうところがもうちょっとね、しょうがないね、こればっかり入ってなかったんだから、どうしようもない。でサラリーマン番長5台増大しただけのあれはありましたね。それだけがまあ良かったのかなとは思いますけど、はい、次回15日ですね。はい、よろしくお願いします。新年明けましておめでとうございました。いいね。